こんにちは、いわき歯科医院長岩木正明です。皆さんはインプラント治療を受けようと思った時に持病があるから治療ができないと思っていませんか？今回は心臓疾患があった方もインプラント治療が受けれるのかについて解説したいと思います。一般的に心臓疾患とは狭心症や心筋梗塞の既往がある方のことです。こういう心臓疾患というのは血管が詰まって起こることが多いので、こういう患者様は血液をサラサラにするためにワーファリンとかバファリンを服用していることが多いです。以前は外科の手術をするときに血が止まりにくいということで術前にこれらの薬を飲むことをやめて、それから手術をすることが多かったです。ただ最近では血液をサラサラにするお薬を止めることのリスクの方が、手術時の出血を危惧することよりも天秤にかけるとですね、やっぱ心臓の方が大事だということで、より安全な手術を行えば大丈夫ということで、血液サラサラのお薬を止めないでインプラント手術をすることが通常になってまいりました。なぜならばインプラント手術時の出血というのは少量でありますので、適切な止血処理をすれば問題なく手術をすることに対して、心臓疾患では血液サラサラのお薬を1週間でも止めると多少心臓に対するリスクが高まりますので、我々はお薬を止めずに止血処置をしっかりすることを心がけています。また心臓疾患の中でも人工弁置換手術を受けた方やペースメーカーを埋め込んでいる方につきましては、担当医の先生とインプラント手術の可否をよく相談して受けることが重要です。いかがでしたか？心臓疾患の方でも内科主治医と連携を取ってインプラント手術を受けることができますので、ご安心ください。このチャンネルでは歯に関する悩みを解決する動画を配信しています。いわき歯科医院ではインプラント手術を得意にしていますので、気になる方は無料カウンセリングにいらしてください。概要欄の URL からもご予約することができます。歯やインプラントに対する質問がある方はコメント欄にご記入よろしくお願いします。今回の動画が少しでもお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科医院院長岩木正明でした。